マミラリア博学丸。種をまいて3年、ようやく花が咲いてくれました。これ、花が地味だと言っていた人がいたんですが、まあ確かに地味ですね。あまり色が濃くないので。でもまあ、こんな地味な花もいいと言えばいいんですね。花が地味だから人気がないとかって言われてましたけど、まあこれはこれでいいのかなと思いました。そして受粉もしました。これあれですね、こんな感じで受粉した後はちょっと汚くなってますね。これで種がついたのかよくわかりませんが、ついていることを願いたいです。博学丸、こうやって丸っこい、一つの丸っこい形に成長するものが多いんですけど、ごくごくたまにこんなに三つ重なったやつとか、この二つ重なったやつとかが出ます。群生ですね。こっちのが見ててやっぱりいい感じがしますね。この鉢、花が終わってしまいましたが、花が咲いてる時はもっと綺麗でした。この花柄が残ってますね。これで種つけてくれるのでしょうか。ついたらまた巻きたいところです。博学丸、全く人気もないし、世間で出回ってないのですけど、私的にはまあ自分で種まいてここまで育てたという、そういう思いがあるので、すごくなんとなく気に入ってます。そうですね、他にもサボテン種まいて育てたやつはあるんですけど、その中でやっぱ博学丸なんとなく好きですね。ということでやっぱりなんとなくというか、私このサボテン気に入っていると思います。そしてこれが同じくマミラリア白鳥。もう全くあれですね、さっきの博学丸と似てますけども、花色がピンク、この綺麗な花になってます。似てるんですけど花が違いますね。でさらにこの白鳥は、これ触ってみるとですね、なんとなく柔らかい感じがしますね。柔らかいんですよね。だからちょっとやっぱさっきの博学とは違うんですけど、まあよく似てますね。これよく世間でも見かけますし、まあそれなりによくみんな知っているサボテンだと思います。白鳥よく見かけるし、値段もそんなに高くないから、もっと簡単に育つんだろうなと思ったんですけど、この大きさまで育てるのに3年もかかりました。大変ですね、やっぱサボテン育てるのは。土から出しました。そしてこれが2つついた博学丸。
三つついた白学丸。そしてこれ、一つだけの白学丸。まあ一つでもいいんですけど、なんとなくあれですね、昔見かけた群生というものを作りたくなってしまいました。どうせ今、土から出したので、あんまりサボテン切るの本当は好きじゃないんですけど、まあむしろ避けたいですね。避けたいんですけど、まあ試しに一遍やってみようかなと思います。では頭切っていきます。これどの辺を切るのかよくわかりませんね。例えばこれ真ん中切っていいのか、てっぺんの方を切るのか、根元を切るのかよくわかんないんですけど、まあこういう時はよくわからないんで、真ん中あたり切っていけばなんとかなると思います。おれ、うわあ、こんなになっちゃいましたね。これね、こんなになりました。もったいないような気がしますね。この上のやつは乾かしてもう一回土の上に置いときます。そうすれば根でも生えてくるんじゃないでしょうか。そしてこれ切ったやつ、念のためこの便利と専売用液、これでスプレーします。これで消毒です。念のためですね。これどんどんやってきます。というわけで頭切ってしまいました。たくさん切ってしまいましたね、これ。まあとりあえず乾燥させて植えていくしかないんですけど、これ本当大丈夫なんですかね。これだからあんまりサボテン切るのは好きじゃないんですよね。まあしょうがないです。何事も経験です。